これはマントマンの暖かいコート、ポーエルのやつ。で、この中はユニクロの一番暖かいヒートテック上と下と、あと靴下もユニクロの高いで。すごいね、寒いね。地元はマイナス2度。夜はマイナス10度。頑張りましょう。じゃあ出発。バスで3時間ぐらい、途中でちょっと渋滞があって、2時間ぐらいしたら飛行機だ。とりあえず荷物だよね。荷物は23キロずつなんか分けないといけない。結局その荷物の片付けるために結構時間かかった。2つのキャリーで1個は最初28キロ。そう、29。俺の29で、さきちゃんの18で、それを平等にして、平等に分けて、結構時間と体力使ったね。そうだね、最終的には6000円節約できた。6000円節約した。荷物もやっぱ重いし、ごめんね。うん、私もちゃんとね、ちょっと舐めてた。舐めてた、うん、大丈夫でしょみたいな。だってこれからまだ飛行機は3時間でしょ。本当に心配。疲れはするだろうけど、でも妊娠前に、あ、出産前に頑張る日は今日で最後だから。ああ、そうだね。とりあえず今日乗り越えれば大丈夫。でもある意味は体力をつけるため。確かに大事なこと。まあ無理は良くない。ちょっと無理しちゃったところもあるかも。まだ出発です。飛行機全然飛ばない。搭乗の客様に操縦席でご案内申し上げます。本日もアスタラスメンバー ANA をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機は出発の準備をすべて整えておりますが、現在、成田空港機の発生に伴います視界不良のため、出発機で大変混雑しております。
明確な出発時刻は分かっておりませんが、分かり次第皆様にはお伝えいたします。ご不便をおかけいたします、おかけいたしますことを深くお見申し上げます。もうしばらくお待ちくださいませ。本日のご搭乗本当にありがとうございます。やばいやばいやばい怪しい人物マスクしてんのに引き続き今は日本時間1時03分いやーきついわいや予定は9時半だよね。9時半日本の時間は10時半そうで3時間ぐらい遅れてそうだね。しかもほとんど飛行機の中で待機だったから、ね、いや俺一番心配あれなんだよ食べ物なくてさきちゃんもう6時間ぐらい物食べてなくてそうだっけ、うん、前ちょっと焦ったねお昼いっぱい食べたから焦ってなくて、うん、でも機内食あんまり好きじゃなくて、うん、でも私もう疲れたしそんなに食べられないあそうなんかあきちゃんの栄養なくなったらどうしようかなって座りっぱなしが一番心配で、ちょっと足だるい今日じゃあ今からタクシーでホテルに行きます。とりあえず無事に着いてよかった ね生まれなくてよかったなんでやっと着いたどう感想はいや怖いねいやさっきはねあのタクシー電話しながらそう時間もちょっと凍ってるので100キロしかも携帯の動画見たり、うん、話したりしながらどんどん車線変更してそうそうそうしかも俺も聞いたの雪降ってるから、路面は滑ってるよね、うん、そうよって言われていや、ちょっとスピード出しすぎだねと思って怖かった、マジ死ぬかと思って本当に、ちょっと怖くて見てられないから寝ようと思って目閉じたけど、眠れなかったし、うん、怖かったね、で今日のホテルこういう感じこういう感じで日本円ですると5000円ぐらい結構いい感じ綺麗じゃあねまた明日じゃあねマジ疲れあちなみに今何時今日本の時間は2時22分じゃあね。